住川き一は、日本の彫刻家。勲党は、文化勲章。東京芸術大学名誉教授、学校法人国学院大学顧問、日本芸術院会員、文化功労者。東京芸術大学美術学部教授、東京芸術大学学長、新政作協会委員長、財団法人横浜市芸術文化、新興財団理事長などを歴任した。 島根県出身の彫刻家である。東京芸術大学の教授を経て、学長を務め、金沢美術工芸大学では、客員教授を務めた。新製作協会の会員であり、2006年には委員長を務めた。日本芸術院会員にも選任され、文化功労者となった。また、島根県芸術文化、センターグラントアのセンター長、岩見美術館の館長、 横浜市芸術文化振興財団の理事長などを歴任した。島根県6日市長生まれ。山口県立岩国工業高等学校機械科卒業。東京芸術大学美術学部長国家卒業。大学卒業後に女子として採用され、同大学専任講師、助教授を経て教授。東京芸術大学学長歴任。ソリのある形シリーズで知られる作家。 新製作協会会員。1998年に、四十法賞、その他根珠法賞、日本芸術院賞、日本芸術院恩師賞など、2020年に文化勲章を受賞。安藤忠夫と共に、東京スカイツリーのデザイン監修を務める。ありがとうございます。